大変失礼いたしました。あ、いやいや、よかった、たどり着けて申し訳ない。今日は忙しかったでしょう。そうですね、いろんな意味で。話は伺ってるっていう認識大丈夫ですか？ええ、もちろん。当事者はいなくて大丈夫です？まずは梨間さんの話、解釈をお伺いしたいと。あ、わかりました、わかりました。まあ、じゃあ一から一応僕の視点でというか僕の認識でのお話をすると、まず5月10日に僕が全体に組織の多いところから取引をさせてくださいと10日の深夜になったばっかの10分ぐらいに確か言ったのかなを認識していまして、でその後の5月10日の、12時間24時間後に近いのかな、5月11日になるかならないかの0時付近に大輝さんからマダラ組の方に連絡が、買い取りがあったと、買い取りしますよと連絡がありまして、その後、5月11日4時頃にゼニーツロからマダラに買い取りがありますよという話がありまして、その時の値段が14万ぐらい、14万15万ぐらいで1個か薬を買い取るよというのがあり、で、そこから日は飛んで5月14日に僕がマダラに薬の買い取り13に薬の買い取りするよという話をさせていただいたところ、他からも買いたいと言われているというのを聞いて、どこよりも高くうちは買ってるんで、値段確認してもいいですかって言ったら、ここが14万15万で売ってると、うちが18、19、20の正規の値段を提示した際に、こっちで買い取って売るならそっちに買う、売るって話になったと同時に、僕がそのギャングはどこのギャングが聞いてもいいかって言って、それがモツと発覚したんですね。はいはい。で、まあまあモツも薬を集めてるんだという認識だったんですけど、それから、その後サバゲーで遊ぼうとしてたら、ゼニー一郎いて、ゼニー型が薬乱歩3個分ぐらい買ってくださいと、溜まってるんでブラックマネーも薬もみたいな。あ、わかりました、買い取りますよってなった時に、あれ？モズは買ってるし売ってるのってなんでだと思いまして、マダラに何色の薬売るって言ってるのって言ったら青って言ってて、でうちに実際に売ってくれた薬の色も青だったんですね。それってどういうつもりだと思って取引後に問い詰めさせていただいたところ、まあ、ちょっと得をしようとしたというか転売の意思がちょっとあって、まあ、ちょっと転売、まあ、形として本人は多分転売を陥れるつもりで転売をしようという意図はなかったと思うんですけど、結果として転売の意思がちょっとあってちょっと得しようとしたのがたまたま僕に発覚しちゃってそうなったと、ので一応ゼニとカイキとタラちゃんと4人で話した上でおっしゃってましたね。なるほど。
そういうのが、琴の一連の流れというか。うん、なるほど、ね。一応本人でも言ったんですけど、ええ、まあ、転売自体は別に、うちからしたらそうもないから。いや、皆まで言わないでください。あ、わかりました。ええ。まあまあまあ、なので、まあ、ただそのやり方、うちからしたら信用はあまりないですよと。うん。いうお話をさせていただいて、まあ、もうここからは多分もうバンさんの知らないところで話を進めてもいいんじゃないと思ったので、じゃあ後日バンさんに僕の方からご連絡させてお話しさせていただきますねと言ってその場は終わりました。なるほど、ご配慮いただき感謝します。はい、大変そうですしね、いつもバンさん。どういう意味ですか。いや、まあ、お話をね、その世間話を聞いたりしてもこう気づいたら音が大きくなったのがバンスに上がってきてるのかなっていう事例が多そうだったので、うん、そうですね、一応大きくしても仕方ないですから、バンさんいないので、それも含めてご配慮いただいて感謝です。私は今回はステーキだのうんぬん、まあ、みんなよく言いますけど、ますね最近、まあ、ラードぐらいの感じで思ってます。まあちょっと胃がもうでもなんかもうラードをそのまま口の中に入れられたっていう、まあどんなことが、まあ、おそらくゼニが怒られたんだろうなと思いつつも。いや、まだ終わってないですよ。ああ、そうなんですか。この那島さんとの話を聞いた上で、まあ、再度。まあ、そうですよね。という。ちなみに、どうでした、相違はありました、部下の方から聞いたお話と。相違、今の話を聞いてですか。はい。いいえ。あ、じゃあ、よかったです。認識が一緒なのであれば。いや、ちょっと待ってください。相違、イチローは置いといて、うん、会期からの話の方が那島さんの話に近いなという心象、うんうん、まあ会期君はその電話をしたからっていう理由で呼んだんですけど、話を聞いてると本人はその内容とかを知らなかったっぽくて、どっちかというとゼニーとの話になっちゃったので、うん、結構巻き込まれだったのかな、カイキ君はという感じでした。あのこっちで見る話というか、こっちの感じだと、うん、カイキ君はなんか単純に買うし売るつもりだったけど、まあ、でも転売っていうよりもなんか順番にやり取りするみたいな空気感でしたね、うん、まあおそらくカイキの方は、まあ、5社をしたことと5社をしたこと、はい、ありましたね、そんな。これが私としてはまあ非常に申し訳がたたない。まあまあよかったです、5社の先が僕じゃなかったの。いやー、車が出なくてよかったです。本当にそうだと思いましたわ、肝が冷えました。僕もあの、まあ、最初に僕は立場弱いので動かないでくれって言ったんですけど、でまあ銃を持たれて動かない、動きまくってて、まあちょっと動いてほしくないんだけど、まあまあまあと思いつつ、まあ、話してたら急に銃を発砲してしましたね。ちょっとやむを得ず手錠をかけさせていただきました。やつら、まあ、うちの子はね、はい、その、まあ、自覚が足りないんですね、まだまだ、はいはいはい、うん、覚悟や自覚を日々訴えるんですけど、うん、なかなかね、やはり行き届かない分もありましてね。だからまあその目、うん、その会期についてはまあ、自覚の問題なので、はいはいはい、ね、まあ、それはまあ注意はしてあります。よかった、まあ、彼には彼の考えがきっとあったんでしょうし、いや、その考え方もやはり間違いだと私は思っていますので、あ、まあ、ワンさんの方で間違いなのであれば教育していただいて、ええ、はい、それは非常にご迷惑をおかけしたと、あ、いえいえいえ、いう状況。まあ今回の一件の流れを聞くとね、まあ、こちら側がこう話をこう、まあ、聞いてもらう側になるので、まあ例えばそれがいくらね、那島さん白だと言っても、まあ仕事の内容によってはね、まあ白市民として来てはないですよね。うん、まあ那島さん、私はあなたのことをオセロだと思ってるので。オセロ、ええ、ひっくり返せば白に見えるし、場面によっては黒くなるし、おー、でも嬉しい見られ方かな。それがちゃんとどっちの色かわからないからグレーに見えるっていう、
白市民パス持ってるイコール白市民とするかどうかというのは、まあ人によってですもんね、まあ、目に見えない、まあ、色味ですよね。まあ、それをうまいことそのど自分の、ね、手のひらの中にそのオセロを入れてどっちか分かんないようにうまいことやってるのが梨馬さんだと私は思うので、まあ、僕もねそれに関して思うところもあり、まあ私今白市民の立場で白市民が何してるんだって言われたら、芝も取らず大型もせずギャング立ち上げたらじゃあ対等なんだねってなるのかって言ったらそうじゃないとは思うんですよ、うん、まあそれは逆もしかり、まあ、白市民でも、うん、白市民パスを持っていても言ってることや状況とか見てそれが対等じゃないと思うんであればじゃあそれならいいのかと、うん、いうのは僕もずっと考えてはいたのでご理解があって助かります。もちろん、まあ私の見解をでは一応述べておきましょう。はい、今回については一切一郎の単独のミス、その他メンバーや私の組織として意図がないこと、全てはあいつの判断ミス。ただしあいつの今のやっぱり、まあ、親に当たるのは私です、はい、部下の失態は私の失態、つまるところお詫び申し上げるのは私の方です。申し訳ありませんでした。いえそんなよかった、スバーンさんがそっちの選択で。そっちの選択というと、一応僕も考えておいて、まあ、バーンさんがうちはギャングだから白市民に対してそんなにっていう姿勢を取るんだったら、まあ、アルカナとしては一切取引を行わない方針でだったんですけど、ええ、そこの理解があったら、うちもね別に大ごとにしたいわけじゃないんですよ、ええ、まあその組織的じゃないだろうなと思っていましたし、まあとはいえ組織のメンバーのやらかしなのでモゾの責任というのも理解できるので、ええ、私は梨馬さんが何をしようとしているのかその深淵まで覗くことはまだできていません。はい、だから梨馬さんがどういう思いでとかそういうところの片鱗は触れているつもりです。ありがたい限りです。白市民には白市民の居場所、黒には黒、グレーにはグレー、この街で生きやすいように梨馬さんなりに動いている部分もあるかと思います。はい、それは梨馬さんだからできること、普通ではできないことだと私は感じている。恐縮です。我々ギャングサイドが薬やお金をその意図を分からずしてやっているのはただの利益だけではなくて投資の部分があってしかりです。この投資というのは組織絡みのものであればやはりしっかりと自覚を持って投資しなくてはいけない。私は部下にはそうやって例えば梨馬さんのところに何を考えているかわからないにしても今後のその投資の部分で、うるさいですね騒がしいですね、なんか今日は。まあ投資の部分でね、そんなんていうの組織としてこれ難しいなって難しくこう部下が思ってしまうもしくは考えてしまうのはその、うん、頭が回らないものは、うん、おそらく私の思想までは汲み取れてないんだと思うんですけど、私としては部下は金が欲しいだろうと、金があった方がいいだろうと、それを普通の一般の心ないバイヤーに言ったところで、まあ、二束三文、まあ、まとめて売るのにも、まあ、リスクがあったり、そこを貼られたりすると、まあ、リスクがあったりそういうこともあったりするし、まあ、ブラックマネーに関しては洗ったりする手間が省ける。であればそういうふうに受け口としてそれを何に使おうとしているかではなくね、受け口としてそういうのをやっている、そこに行けば、まあ、いくらか自分の小遣いは稼げるぞ、
で手間も向こうが請け負ってくれる状況だろ。ただし、まあ、島のリセットとかの兼ね合いがあるから、そういう風な分は組織に入れる分として、まあ、用意して、まあ、余剰分自分で作って小遣いにしたい分に関してはモズとして持っていけば、その、ま、以前お話されてましたよね、組織で見ていて総量で見ていると。はい、だから私はそういう意味で、ま、言ったつもりです。その部下にはそういう風に言っていました。吉島さん、ちょっと場所を変えませんか。わかりました。すいませんね、お呼び立てしておいて。場所もひっくり返ったところ言っちゃってんのに。じゃあちょっと乗せていただいていいですか。あ、もちろん。ありがとうございます。そうでしたもんね、島取り。いや、楽しかったですよ、非常に。うん、何時から何時までやったんだ。10時から1時ですね。うわ、静かだ。最高でしょ、ここ。で、まあその、なんだろうな、転売の件。はい。まあその、まあさっき私が言っていたのは、その、私としてどうしてそういうアルカナさんに対して、うん、こう薬を売ったりする意図が、意思、組織として してそういう舵を取っているかという理由ですね。うん、さっきまで話していたのは。はいはいはい。うん、実際そのやりたいこととか最終的な目的については私の測れるところではない。でもやっぱり自分のことだけを考えているわけではないというのを感じます。最終目的的なものがあるのかもしれない。それはでもそれの過程でやっぱりそういうふうに我々にとってもメリットがあることしていただいている。まあそういう意味でというか、もちろんですよ。なのにもかかわらず、私がそこまで思ってこういう舵取りをしたのにもかかわらずです、一郎に関しては敵対ギャングのボス、いくらまあ精力的に弱い、今まだまだ芽が出ていないとはいえ、はい、戦いができることだけがギャングのあり方ではないというのを、まあ、マクドナルドが体現しています。うん、その上でマダラのはマダラのなりにやりたいことがあるんだと私は思っています。はい、そのボスに薬の要は取引を持ちかけ、まあ、ギャングの情勢的には薬を今後使うであろう状況下でそれを持ちかける。これ今回の話、マダラ側から薬買わないかという話だったら、私はまた少し話変わってくると思ってたんです。でもそうではなくて、こちら側から話を持ちかけている以上、これはやっていたとしたら転売、やっていなかったとしても話を持ちかけた時点で転売の意思が、意図が見えるだと考えました。まあ私も話を聞いてて、何をどう説明されても事実として転売だろうとは思ってましたね。ええ、でなんか一郎はすごいごまかしていたんです、私に対して、うん、転売の意図はなかったと。でも話を聞くと、そのやっていない、事実やっていないことを転売と言われたくないっていうような感じのニュアンスで私は受け取りました。あ、そうではなくて、
この話を持ちかけた時点でお前の腹の底に転売が見え隠れするんだがいやわという話をしました。で問い詰めた結果、まあそういう言われてみれば、まあもしそういう風なのがバレなかった、まあこういう話になってなければまあ転売という形になっていたと思うというところだったと思います。まあ、しかるにやつにこう前に薬ではなくて花、はいはいはい、中抜きをしていたという事案があったのをご存知ですか。ああ知ってます、知ってます。うん、中抜きもまあ転売も同じような同じ穴の無地なというか同じカテゴライズだと私は考えてます。はいはいはい、まあチープ、そんなの半グレだってできるようなこと、ましてやギャングの人間である程度自覚を持ってやっていたとしたらそうはならない。弱小だろうが何だろうがボスをボスとして見れない、リスペクトを持てない、昔仲が良かったからって言ってその関係値を引きずってこう対応してしまっている、そうじてやっぱり私はやつのなんて言ったらいいんだろうな、単独ミス、はいはいはい、うん、かなと思う部分も強くありますね。まあ結構単独だろうなーっていう見た感じの話では単独だろうなーっていうのもありましたね。うん、ちなみにマダラのあのタラちゃん、はいはい、とはそこの場で話してるんですよね。あ、そうです、4人で話して、場合によって今呼んでもらってとかっていうのはできるんです。タラちゃんですか。はい、してみますか。さすがにまだいると思うんだけどな、もういないのかな。ちょっとさっき電話したんですよね、あの子大丈夫だったかみたいな話がちょっと来てて、はいはいはい、かけてみようか。あ、今かけてます、繋がりそうです。あ、本当ですか。はいはい、どうも、もしもし、島持ちのタラちゃんです。今あのバンさんと話してて、これスピーカーね。うん、おお、いやあ、まだらの、ああ、お久しぶりだ。ご無沙汰してますね。どうもどうも。島が取れて何よりだよ。ああ、ありがとう。ご近所さんになりそうだね。え、どうしよう。なんで？ん？え、そんな。いいところに島を用意してもらったようだね。どうした、マダラの、あれ、ほら声聞こえなくなっちゃった。あ、声聞こえなくなったらしい。多分ね、一回ミュートにしてミュート解除すると多分それ治りますね。はい、どうです。あ、聞こえます。あうちのバカタレがご迷惑をおかけしたようで、マダラの。いやもうそれ、いやもう全然気にしてないんで。いやいや、そういうわけにはいかない。いやいやいや、もしよければこの後お時間いただけないだろうか。ああ、全然大丈夫でありますよ。8061の道路の、そうだな、高架上ね、橋の上、高架上に行く途中のところに来てほしいんだよな。あ、聞こえない。あ、石？ん？うん？あ、フィブあるじゃん、フィブ。あ、はい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 、うん、フィブのところまで迎えに行くよ。あー、了解だよ。そこたらフィブのところ行きますわ。ヘリでいらっしゃる？それとも車でいらっしゃる？あー、ヘリで行きます。わかりました。はい。では、着いたら、
名島さんが私の番号を知ってるっけ？知っております。じゃあご連絡いただければ。はい、かしこまりました。では、はい、はい、それすいませんね、名島さん。あ、いや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 、私が電話すればよかったね。ほんまにね、まあまあまあ、まあ、お恥ずかしいお話で心中お察しします、ね、まあでも本当にうちとしてはその意思が確認って、これを別にことを大きくするつもりもなく、認識としてどう持たれるかっていうのが知りたかった部分もあったので、とはいえ組織が悪いと思ってるなら僕らの世界ね、詫びの言葉だけじゃ済まないじゃないですか。その通りです。とはいえ本当に欲しいものというのも多分まだうちにはなくて、どっちかっていうとうちとしては、まあ、力がないので、何より他の男に詰められそうになった時とか、あとはまあ警察の厄介なやつの時に、そういう時に、まあもちろん無理なことをしろとは言わないんですけど、そういう時のために貸しとさせていただけたらいいなと。ほう、なるほど、貸しですか。はい、まあもちろんお互いの納得があるもの以外で、なんか押し付けで、いや貸しがあるでしょって言うつもりはないです。なるほど。で、まあその血が流れたような事件でもないですし、これはね、でも私はだいぶ重く捉えてるんです、名島さん。としては名島さん次第では、まあ、まあその今やっていることだったりとかを名島さんより先にひらめいた人間がいたとして、うん、名島さんじゃなければそうはならなかった可能性の方が高いと私は踏んでます。いくらこうね、黒いこと白いことを両方考えていたとして、でギャングではなくて白市民のパスを持っているぐらいの人間の方だとして、だとしてもなんだろうな、これがやっぱり仕事ビジネスですから、はい、ましてややっぱりこちら側を覗いている、覗ける人間じゃなきゃまあできないことでしょうし、私もこうロケットランチャーの話がまあありますからね、うん、だからやっぱりそういう取引、まあ、今回の取引だけじゃなくて今後もいろいろなこう可能性があるわけですよね、はい、それが全て頓挫する可能性があるわけですよね、まあ、可能性としては、うん、だからこう名島さんだからそうならなかったと私は思っているので、こうあぐらをかくというのは嫌なんですよね。名島さんだからいいかではなくて、名島さんだからそうなったけどそうじゃない可能性があったぐらいのことだと思うべき。私ね、転売、転売とかは正直あんまり好きじゃないんですよね。まあ、バンさんは好きじゃないでしょうね。っていうか、なんでそもそもそのギャングのそのこういう情勢になる可能性があるのに買い取ろうっていう意思になるんだよっていうことなんですよね。まあ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 、うん、相手が使うのを自分が使う以上分かってるでしょうしね。うん、なかなか私はこれも関係値の一つだと思ってますし、名島さんがやろうとしていることに支持できる部分がある、その黒目線で、はいはいはい、だからこそ、まあ、そこが見えなかったとしてもビジネスとして手を結ぶべきと思ったので
今回の島取り、ハンドガンに固定されているのをご存知ですか？そうなんですね、確かに今日流れ玉もらった時もハンドガンでしたね。あら、そうだったんですか。物騒だなって思いながら防弾チョッキ着てたんでよかったですけど。実はね、進言したんです。あら、この町にハンドガンの文化が栄えるべきだと。まあ確かに、よりねハンドガンが多くなればですよね。要は進言した後にハンドガンが増えるのがいいんですよ。タルちゃん着いたそうです。わかりました。ではお待ちいただけますか？わかりました。ほんまな、ちょっとほんまに思んないこと言ってるやつおるな。気に入らん。誰だ。いや、まだらの。どうも、お久しぶりであります。すまないな、ご足労。いや、全然何も。来てもらっていいかな？ええ。何でここまで？あの、スギルにヘリで送ってもらって。ほう。部下タクシーか。そうなるでありますな。もう本当に仲間がいてくれて、本当になんかハングレーベル一人でやってるので、ここだ。ここ何え？すげえ。真ん中にかけてくれ、マダラの。ああ、詰めてもらいます。ああ、わかりました。すいません。まあ別に私の物件ではないので。面白いところだろ、マダラの。取引とかでゆっくり話したいときは使えばいいと思うぞ。ちょっと待って、ここで座る。はあ、すげえ、ここ。はあ、いいよね。こういうの見たら夢があるって思っちゃうよな。今日はお疲れだったね。いやー、お疲れ様でありました。どうでしたか、島取りのあれ。大変だったさ。面白かったけどな。うちは二組織を相手にしていたもんでね。え？そちらはどうだったんだね。うち誰も来ない。まんま。そう。ただなんかね、私がそのギャングメニューからシャブを騒いだこととかも全くなかったもんで、最初その野郎屋の子たちが撮ってるところに歩いて行って。失礼。それで どうやって売るのって聞いてたら、殺されたりとかして、あら、で自分たちのアジトもう帰ろっかって。帰ったらマックが来て、こうやって売るんだって教えてもらって、で、あ、じゃあ頑張ろうって言ったら取れました。おめでとう。ありがとうございました。ありがとう。33のブロッコリーみたいなサイズの島。いいなぁ。
誰も来ないんだ、そこ。覚えておこう。本当に誰も来なかったけど、多分ある程度飽和したら暇になった人たちが来るんじゃないかなって思ってて、明日にはもうないかもしれないけど、今日の幸せ噛みしめようねって部下たちと一緒にみんなで、あの、嬉しいねって言ってきた。そうか。とりあえずうちが攻め入ることはとりあえず当分ないと思っててくれて構わんよ。ありがとうございます。まあ、そのお呼び立てしたのは、まあ、うちのバカタレの一郎の件で。まあ、タラちゃんは、まあ、ギャングのボスだわ。まあ、一応、だから私も一応ギャングのボスとして敬意を持って接しようとは思うわ、今回の件に関してはね。ありがとうございます。であります。まあ双方実害という実害はなかったとして、当方としては無礼があった、無作法だったという認識です。はいはいはい。だから多分それはそのどうあがいても一郎の発言考え方、まあ、全て私は言い訳に聞こえてしまっていたので、はいはいはい、はい、彼の発言がね、ええ、なんかやつの話を聞いてると違和感しか覚えなかったというのが私の最初の心象なんです。なるほど。彼どんな感じに話してました？まあ、簡単に言えば、ええ、トランプで赤いカードで自分の手札で勝負しよう、まあ、5枚自分のね、こう情報とかをこう出し合って勝負しようっていう中で、赤いカードが2枚とか1枚しかないのに、残りの足りないカードを青いカードで補ってる感じ。私の印象はね。はい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 、はい、その序盤の話の中で出してくるその青いカードはお前それダメなカードやんっていう。使えないやんそれっていう。確かにマリガンで選ぶのは絶対ダメなカード。絶対ダメだ。で最後の方にね、赤いカードで勝負してきてもいやいや、その前にお前に青いカードするやんっていう。おかしいやんっていう。そう、青いカードで役作ろうとしちゃったもんだから、そう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 、赤が入る余地がないんだよね。そうなんだよね。でもうなんかトントンでそのカードで勝負をしたがってる気持ちはまあなんとなくわかるというか、というような印象を持ってる。なるほど。でまあ問いただした結果転売、結果転売の意思はあったかも。そもそも僕に転売の意思あったって言ってましたよ。うん、それをね最初ね、一体どういうこと？私には転売の意思はないですって最初言ったの。なんで？でも会議がいやいや、名島さんには転売の意思あるって言ってましたよって話になったから、なんやねんお前ってなって、それ私ね、今日この街に起きた瞬間、私それ考察を一人で喋りながらドライブをしてました。全く同じでした。これあなたから聞いた今の慣れ初めが、お恥ずかしい話。いやもうなんかもうね、もうね、なんか逆にもうちょっとなんか愛おしく思えてきた。いやまあまあわかるよ。いやいや、そういうわけにも。まあそれはね、そうだよね、そう個人ならね、それはそうだから、タラちゃんとか名島さんの立場ならまあそうやって可愛いと思えるレベルっていう懐かどうかのいうの話なんで、それで言うと一つだけ私は言ってなかったけど、ちょっとって思ったものがあって、まあちょっとというか晩餐的にはまあちょっとってなるだろうなっていうことがあって、なんでしょう、嫌だな、まあ、この話を全部解決したとに、この話晩餐には言わないでほしいみたいなことを銭は。あのね、彼ね、もう本当に学校でやらかして生活指導の先生にもう眉間にしわ寄せて、お母さんにだけは言わないでほしいっていうのを我々みんなが喋ってる中で突然言い始めた。うん、
情けないお話で。まあ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 、まあ、晩餐的には多分知っておいた方がいいかなというか、まあ、今後教育する上でも。ええええ、お伝えしましたけど、何なら、なかったんですけど、なんなら一発で首切ってやりたいぐらいの思いはあるんですけどね。まあまあまあ、いやーでもね、なんか私の勝手な憶測に過ぎないんですけど、うん、やっぱそのモズの皆さんの中で例えばね、銭形もなんか過去やらかしてたみたいなのは自分で言ってたし、うん、なんか会期もなんかいろいろまあ吸ったもんだってとかも聞いてたし、うん、なんかそういう例えばつまはじきにされてるような子たちっていうのがやっぱポロポロ入ってるっていうのを見てて、私はねバンさんのそのスタンスがすごいね好きなんですよね。これはねいつか言いたかった、そのね、うん、とてもリスペクトがあってそこに。そう、なんか最後の受け皿に、なれるっていうその器がね私すごい好きで、まあ上須川さんには強制施設だって言われるぐらいですからね。うん、まあまあ、いやでもそんな組織他にいないよやっぱ。もう全然、まあでもだとしても今日ね二組織合同とうちの組織だけでやり合ったんだけど、それでもやっぱり一応抑えてはいるんでね、そういう意味でもやっぱもう全てがダメというわけではないんです。もちろんもちろん、それはでも結局ギャングや犯罪者なんてそういう社会不適合者のような者たちが落ちる最後のところ、うん、いろんなところ門前払いに食らってもうニッチもサッチもいかなくなったぐらいのやつが落ちゆく先だと思ってるんで、そうあるべきだと私は思うんで、まあそうしているだけ。だってうちの組織それできないですもん。もう3人しかいないから、例えばそういう跳ね返りが強い人とかすごく尖ってる人とか入れちゃうと、やっぱその色にその色がとても浮いちゃうので、うちはもうパレットの数が少なすぎて、うん、なのでだからやっぱそういう人たちためにっつったらまた違うけど、そういう人たちにとっては本当になんかいい広い受け皿なんだろうなってずっと思ってました。まあおかげで私はステーキを食べることが多いんですけどね。胃に穴が開いてもおかしくないぐらいですけどね、そろそろ。バンさんだって日曜か、え、日曜いなかったでしょ、多分。うん、いませんでしたね。大いに楽しんでましたね、多分。その時は。そうか。準備がいい、ステーキが。でもね、一つだけ私が言わせてもらえるのであれば、ええ、今までの関係値のままで、うんうん、いいという。まだらのスタイルが、ね、その足元を見られたりそのうちのバカどもがつけ上がる隙を与えている部分というのがあるというのを同じくボスとして自覚してもらいたい。ああ、そうでありますね。まあそのまだらのがそういうスタイルであるのはいいことだと私は思う。だがうちの部下にはそうさせたくない。ああ、もしそれに裏の意図があるんだとしたら、はいはい、ええ、その意図を私にも教えてもらいたいぐらいだ。ああ、なるほど。それが端的に言うとやっぱり我々はまあ図抜けて力がないのはもうね皆さんご存知だと思うんですが、まあそんな力なきものがなんだろう、付け焼き刃で対抗してもね押し潰されて終わるだけじゃないですか。だからまあその力ないものはないものなりに力がないということを私は誇示して、で、あ、まあざっくり言うと舐められてる方が今はとても我々は動きやすいっていうのは実情です。なるほど、ええ、その話が聞けただけでも十分かな。
生存方法ということか。そうですね。ノーアルタカはなんとやだというのはこの町に多くて困ったもんだ。いやいや、全然そんな、とんでもない。僕はこういう状態のことをタラちゃんのことをタラさんって呼んでます。ちょっとほう。で、普段のをタラちゃんって呼んでますね、僕は。なるほど。タラちゃんです、タラちゃんですから。タラちゃんです。今はタラさん。タラちゃんです。まあ一時期は私のことパパなんて言ってくれたりしてたけどね。いや、じゃあ、あれハメやんか、あれ絶対。ハメやんか。そういう時はタラちゃんで、こういう真面目な時はタラさんってことでいいのかな。もうやだ、もう。いや、まあ、出てくるんです、たまに。はい。なんか、お前頭よくねみたいなワードが。うん。明らかに。感じましたね、今のだけでも。おそらく、感じたものです、その。ないです。タラちゃんです。タラちゃんです。私はこれからもタラちゃんですか。野豪だ、中央地だって話してくるんですよ。なるほど。違う。やめて。座るときに上座下座気にしたり。ちょ、お前、ほんま、もう。なるほど。だから私が車に先に乗るのを待ってたのか。ほんまだるい、マジで。もう。かなり人を見る目があるとか、場面を見る力があるということかな。いや、買いかぶりです、もうそれは。もうどうだろうな、今さっきの話を聞いてしまって、買いかぶりすぎと言われてもな。タラさん、まあ無理だよタラちゃん、この流れでそれは。いや、ハメやって、これもう確実に出てたって。じゃあもう、いや、黙ってたもん、僕は出るまで。なるほどね。自己責任だよ、これは。まあちょっと脱線してしまって申し訳ないんですが、まあ今回の件は私はかなり重く受け止めてます。いや、もうまあでも、まあその、その気概も私はもちろん理解はしますが、まあ私はもう終わったものとしても全然。ビジネスはビジネス、プライベートはプライベート。部下のプライベートの交友に、こう、なんだろう、友好関係にまで口を挟むのは正直面倒です、私はね。だから好きに接すればいい。ただやはりそのタラちゃんとタラさん、これをうちの部下にもちゃんと共有せねばならんなという印象を持ってます。いや、もうほんまに鼻血出るわ、もう。だってそれはそうでしょ。タラちゃんだと思って接してたらタラさんだったわけでしょ。タラちゃんですから、タラちゃんです。いや、だからタラちゃんだと思ってるから、うちのバカタレがつけ上がるんですよ。タラちゃんならって思う部分があるんだと思うんです。前から付き合いがあるんでとか、友達なんでとか、仲がいいんでって言うんですよ。何を寝ぼけたこと言ってるんだって思うんですよね。腐ってもギャングのボス、私は対等に話せるけど、お前らが対等だっていうのは友達でタラちゃんの時だろっていうことなんですよ。確かにそうでは。それが看板を背負った人間の考え方だということが私は気に入らない。はい。まあ会期については、ええ、まあタラちゃんに連絡した時に、ええ、タラちゃんに対して。その薬を使わないのであれば、ええ、その薬を作るのの大変さも理解してるから、まあその安くではなくて、ええ、まあそういう労働分、等価値で、でなおかつそれをじゃあ転売するかっていうところまではもう一切考えてなく、っていうようなニュアンスを私は会期からは感じました。私も同じくですね。ただその情報を会期から一郎に言って、その一郎がなぜタラちゃんに連絡をしたのか。はい。だって会期はタラちゃんは検討するっていうよりは、まあ今はその意思はないということを会期は伝えてるんです、一郎に。なのにもかかわらず、なぜわざわざまたタラちゃんに連絡したんだって言ったらは、自分の関係値があるから
自分の耳で確認するためにという無駄な言い訳を私は感じました。あのバンさん、あのん、まあちょっともうここだけの話にしといてほしいんですけど、ええ、多分あの日取引を相談される電話が銭形からあった日、うん、私多分この町に来て彼から初めて電話が来ました。ほう、だから関係値というものはないよ。ないや。いやだから私これなんかきな臭いなって思ったんですよ。どういうことだ。政治学も低かったから、これはちょっと取引はできないなっていう考えに至って、その時はもう私は渋ってうやむやにした。友達じゃないの。はっきり言った方がいいぞ。これはあんま喋ってない。友達かどうかちょっと分かんない。会期は結構もう友達というか半グレ時代から一緒にずっと花摘んでてみたいなのがあったので、うん、うん、なんだけど、まあこれここだけの話なんで、もうこれ終わったことなんで、ここだけの話なんで、もうね、あれとしてね、これもう、はい、デザートなので、桃のソルベぐらいに思っておいてもらって、だから、うん、友達ではない。ってことはですよ、ええ、言ってしまえば、まあ、一郎がタラちゃんの足元を見た可能性は大いにあり、私はどちらかというとそう思ってましたね。だから、まあ、率直に言うと、まあ、これは私も率先して舐められに行ってる部分はあるので、まあまあまあ、ええ、あ、しっかり舐められてるなっていうのは受け取ってましたし、ちなみにどういう感じで来たんです、その角度、電話で、あ、もしもしタラちゃんみたいな感じなのか、あ、どうもお疲れ様です、ちょっと薬のっていう、どんな感じです、ね、あ、もしもしタラちゃんの方、あったった。うん、なるほどね。うん、わかりました、わかりました、なるほどなるほど、うん、出ちゃった感じね。出ちゃった、なるほど、しっかり上から来たってことですよ。あ、そうですね、うん、まあその受け取り方次第なんでしょうけど、まあ、本人はその気はないといえばあれですけど、こういう話って受け手の話が重要だと私は思うので、はい、タラちゃんサイドとしてはまあ比較的上からというふうに感じるような感じの角度からは来てるということですね。そうですね、素直に言うと、うん、そうですね、だから、なるほど、でレジオンで話し終わって、レジオンやめてね、ちょっとゼニガタと2人で話したんだけど、その時はもう、いや、こうこうこうで、これでまあこうなったのは、まあ俺も悪いところはあるけど、まあでもタラちゃんにはこう、ナシマさんにこういうのを言ってほしくなかったっていうのが俺の思いかな。だから私もその時も詰める気ゼロだったから、ああそうなーって言ってそのまま俺車の話にすり替えたんだけど、だから本人がどこまでこの問題の本質をつかんだ上で、話してたのかっていうのは、私はいささか懐疑的ではあるんだけれども、まあ多分こういう経験をする上で少しずつでもこう強制されていくんじゃないかなという希望的観測を持っておりますね。わかりました。でも先ほど名島さんからはこうっていう話は聞きましたが、まだらのとしてはそういう舐められるような感じのスタンスをまあ守っているのは、まあ、自分の生き方というか自分の身の守り方、袖の振り方をしやすくするための技の一つだと。まあ処世の術の一つとして、うん、というところではありますね、現状は。その上でこちらに何か求めるものはあったりするのかね。全くないですね。
なるほど。ええ。いいのかね。もちろん、あの我々全く構造とか吸った問題とかに興味がないので。でも今の情勢だったらそれは避けられないはずだ。まあそれはそうなんですけど、まあ取られたら取られたで、まあいやいい思い出だったねにしとこうねってみんなで言ってるので、そこはまあまあまあ、だとしてまだなの。別にそれを理由として例えば1ヶ月、うん、あそこの島に手を出さないでくれっていうのも技の一つではないかな。まあ確かに、まあでもそれで担保されるの、まあでも言うて1ヶ月ですね。それででも他方面からこう来るかもしれないじゃないか。その一つでも一角でも落とすことができればそれは君の技では。ああ、まあ確かに、まあそう。あ、来る、まずい、来るぞ。迎え呼んであります。申し訳ない。一旦戻りですね。はい、そうですね。ではまた後ほど。はい。クソ、クソが、腐ったね。チロ、お前いろいろとおかしいやないか。叩けば叩くほど埃が出るな、一郎。うん？で、お前の頑張り自分で自らどぶに捨てんね。クシ野郎。もう、そんなんでいい車買っとって、お前、どうすんの、もう。金にがめついのか、だから銭形なのか？しばらく車没収します。全然車没収します。身の丈に合ってないんで。もう一回あのトラックスからやりな、トラックスじゃねえや、あのなんだっけあれ、あの最初のやつ。バカなやつだよ本当に。トレロか、トレロからやり直す。トレロとリボルタだけあったらいいやろ。いや、さすがに何もできんくなるから、もうトラクスとかテザとかそんなん乗っとる場合やないのよ。それでそれねえ、その没収されてしばらくの間没収されとるんで済むぐらいやったらいいやろ。もう本当に転売とかも説明したつもりだけど回帰足りてない部分あるかな。呼ぶか回帰とか。はあ、恥ずかしい限りで。まったく何度叩いても埃が出るんだから。
なしまさん、何か私に物を渡していただけませんか。あれ、なしまさん。おっとっと、なしまさん、聞こえてないか。まだ。あ、来た。あ、よかった。聞こえますか。あ、聞こえます。あ、よかったよかった。落ち着いたみたいですね。すみません、全然聞こえなくて。今日は本当大変そうでしたもんね、街。大変でしたね。そうそう。ん？まあ、ハンドガンの話ね。はいはいはい。そう、私はそのハンドガンを街にこう増やしてほしいという思いが常あって。多い方がいいですからね、いろんなハンドガンが。昔那島さん、私にそのブラックマーケットを買い取るみたいなことをしてみたいって言ったことあったの覚えてます？覚えてますよ。市の許可も、もう許可というか、うん、市はそういうことがあっても不自然じゃないというふうに認識してくれてるみたいな、うん、さらっちまえばいいみたいなこともおっしゃってましたね。そうですね、はい。私はハンドガンが増えればいいと思っていますとだけ言っておきます。そうですね、安心してください。もう1週間以上前からその計画は動いてます。お、話が早くて助かります。さすがですね。さて、これは着地としては、まあその一郎と会議を呼んで話す必要はもう、ま、ないんじゃないかなというふうに思ってはいるんですけど。全然。あとね、そう、私ね、これだけちょっと伝えたかったのが、会議からはね、個別で私に謝罪の電話が入りました。おう、うん、で、昨日とかの話で、俺あんまりそこまで、あ、まず電話取った時に最初会議もなんかね、敬語だったんですよね、うん、あ、しっかりしてるな本当に。で、って思って、じゃあ俺やっぱあれから考えて、やっぱり俺もちょっと涙です。薬作る苦労とかも知ってるし、うん、鼻摘みの苦労とかも俺分かってるつもりではいるのに、タラちゃんに薬買いたいとか、そういうのを、うん、まあいわば短絡的な感じで言って、うん、多分気分を害したなって思って、昨日ちょっとちゃんと謝れるタイミングなかったから、うん、すみませんでしたっていうのを伝えさせてくださいっていう旨の電話が来て。なるほど。彼はね、一本筋通った男だと思いますよ、私は。まあそう言ってもらえて何よりですね。え、素直な子だよな。そう、本当に、うん、まあ不器用なんですよ、うんうん、良くも悪くもね。まっすぐですね、彼はね、うん、まあちょっと、まあ、かなりだいぶそれた話になりますけどね、うん、一度こう魂で飯行ったことあって。あら、ほう、会議と。そう、まあその時にね、手土産ですって言って菓子売り持ってきたんですよ。その時にね、まあ、ここだけの話ですよ、手紙が入ってましてね。その手紙がまあ可愛くてね、迷惑ばっかかけてすいませんって。泣いちゃうよ。その話があるからね、私今のタラちゃんの話を聞いたらなんかちょっとね、ジュンって来るものがあるわけなんです。まあ手の焼ける子ほどっていうのは、まあ、まあ私は子供がいませんし、まあよくは分かりませんけど、よく聞く言葉ですね。まあ
まあ、今後もね、もしかしたらその老いたがあるかもしれません、場合によって。だからそのケツ持ちはあくまで私なんで、今回は私が頭を下げるところで、私の頭で勘弁してもらえないかなという思いが一つ。その上で、ただ頭を下げるだけというのもギャングとしては私は面白くない。いやもう十分だって。もうただ少なくともね、会期の手紙の話聞けたぜ。もうそれでいいよ。もうタラちゃん受け取るのもまた一つのあれだよ。あーまあでも受け取らないといつまでもその借りというか残り続けるからね。うん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 。まあそれゆえ、まあその先ほど言った、島、それについてはどうです？もうじゃあうちとしてはもうなんかもうこのなんていうの、しっかりとお詫びを入れていただく場の席に着かせていただいただけで全然あれなんで、あとはもうバンさんのそのまあ望まれるそれでもう私はもうもうお釣りが出るぐらいだと思ってるんで、全くそれに、首は横には振りません。じゃあもう一つ、おい一つは、一つはじゃあ今の、まあ、向こう1ヶ月間は、うちの組織からマダラノに仕掛けることはない。はい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 、これはあくまでもうちの組織から仕掛けることはないということです。そちらから戦闘の意、もしくは抗争のこうやり合うという対立の意をこう示されれば、それはまあ例外、もちろんそれがなければ我々の組織からマダラノに仕掛けることはないと。ありがとうございます。加えてじゃ あミッションとかで横取りに来たからといって目くじらを立てて島に侵略することもしません。向こう1ヶ月、それは約束しましょう。ありがとうございます、承知しました。まあそれと、それでいいもう それでいいよパンさん。もうそれでいいよ、もうもうそれでいいよ。なんかもういい葉っぱ取ってきて、なんか対処漢方一応薬かなんか俺も自分で練って渡したいぐらいだもん。もうメガロを、まあ、うちの組織から、そちらに流しましょう。いいって、めっちゃ綺麗な波形言っちゃった。いいよ、そんな。いや、その分は一郎に作らせるんで。そりゃそうでしょう。筋立っちゃう。中抜きしたり、転売したりして、小銭稼ぎしようとしてるようなくだらん思想のやつにね、罰を与えるのとしては、なるほど自分でやるべきことをそうやって周りから抜いて手を抜こうとしたというふうにも見える。なるほど、その筋立ては私は否定できないな。なので一郎からその今一郎の手元にどれだけ薬があるのか、それは分からないので、一乱歩多くない、一乱歩分しっかり自分で作って、でそれはまあ、あの一乱歩分だと今何本になります？なしま、なしまさん1600のうちで買い取った場合の、いや、ワンランポの個数です。あ、個数1600個ですね。1600であれば1600。なるほど。ええ、それを先立ってうちの組織からそちらに流します。なるほど。で、その1600についてはうちとしては、はい、一郎から回収するので別にうちの組織としてのマイナスではないと思ってください。
一郎に貸すんです。承知しました。わかりました。ええ、これは組織のものを一郎に貸すということになるから、これは組織としてもだいぶ重たい、うんうんうん、1600今の情勢で失うというのは非常にでかいんです。それはお分かりでしょ、はい、もちろん、うん、そこで手打ちとしてもらえるとありがたい。わかりました。それで手打ちにしましょう。もうこれ以上ない。これ手打ち、これで終わり終わり。であればそれと、まあそれをどう使おうがそちらのマダラノの次第というか、口を出すことではない。でも場合によってそれをナシマさんにスライドすることだってできるかもしれない。はい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 、はい、これは転売ではない。なるほど。あとはそちらのやり方次第。わかりました。そしてナシマさん。はい、ナシマさんは確かにやっているビジネス、これについては、まあ、深さや色までは把握できない。まあ、ええ、パッと見は真っ黒です。でもそれがじゃあどこに向けてのものなのか、これがわからない。以上はどこに向けてっていうのは、あ、要は癖の行き先が、いや違います。そういったいろんなビジネス、ブラックマネーだったり薬だったりっていうのを取り扱いのものが犯罪者じゃないと手に入れられないもの、これを買い取っている、まあ押収品を買い取っているということになると思います。はいはいはい、やってることはおそらく私としては犯罪というふうにはなってます。だからそれが犯罪者のために買い取ってるのか、それともまあそれを集めることによって白市民の何かになるのか、それは分からない。はいはい、でも那島さん的にはその親愛なるギャングの皆様というふうにおっしゃられる方も、まあ、おっしゃったりもしますよね。はい、うん、まあ、ですからそういうビジネスをやってくださっている方に、不快な思いの部分、いや信頼問題の部分、これをしてしまったという私たちの落ち度、私の至らぬ部分、監督不行き届き、この信頼修復方法、これが金や何かものでというふうには私も考えてない。はい、そうですね。先ほどおっしゃってた貸し、うん、それも場合によって、そうですね、那島さんが白市民であり続けるために必要な手助けとかということになり得ますか。いや、それにはならないと思います。そういうことでもなく、はい、結局この白市民パスは白市民の方に向けてのというか、うん、まあ那島という人間がいつか黒になった時に、ある程度の人がね、白市民パスを持ってた人間として認識してくれてることに、あ、なんか抱っこしちゃった。なしまさん。なしまさん。意味があるので、びっくりしましたよ。あ、すいません、ね。ちょっと見せつけられても、それは。はい、なので。はい。なので。ちょっと誤射。はい、ちょっと誤射が失礼しました。なので、黒の方、白市民を守るために。パスを使うことはないです。なるほど。はい。危ないです。黒に対してのカードとしてほしいですね。うんうんうん。なるほど。黒に対してのカードの時に、でもその期限が、ね。ああ。ラインとして難しい。まあ、そう遠くないと思うんですけど、一応、なんだろう。このタイミングかなと思うものはあるんですけど、まあ、ただ、うん、その説明すると少し大変なんですけど、
まあ僕という人間の賞味期限が切れる前には使いたいと思ってるので、どっちにしろそんなに長く時間を取らないと思います。なるほど、飲みましょう。よろしくお願いします。それで少しでも那島さんの私への信頼が維持できるのであれば。ご安心ください。わかりました。では一応部下から直接詫びを入れさせるということは特にせず、ただ薬をお渡しする際はタラさんに私と一緒にこう一郎で挨拶しに行きますので。はい、その時は那島さんはいらっしゃった方がいいのかな。あ、まあお任せしますよ。もういなくても大丈夫なのであれば、そのギャング間のやり取りとしてしていただいても大丈夫ですし、まあ那島さんに不快な思いがないのであればいいんですけど、そういう不安もまあゼロではなく、はいはい、ペショペショにした後すぐとかだったら多分いいと思うんですけどね。一回二度と立てねえようになるぐらい自信を根元からへし折ってやろうかなとは思ってはいるんで、まあこの後の彼の処遇を考えると僕もタラさんもちょっと土地まで胃が痛くなるようなちょっともうなんかもう、いやいやいや、胸焼けが自業自得です。まあまあまあそうです、うん、それは別に、ただそれで済んでると思えなければギャングである意味がないのでやめるべきです。あ、そうですね。なのでそれで済んでるっていうふうにやつが思ってないと思った時は私はやつを解雇しますので、その時は薬を持っていくのが私一人のみということになるでしょうね。なのでそれはお気になさらず。わかりました。まあやつも頑張り者であることに変わりはないんですがね、ただ空回りをしてしまうことが過度にあるので、一度の空回りが大きく空回るんでね。ということで、はい、よろしいでしょうか。大丈夫です。わかりました、はい、ではお時間いただきありがとうございました。いえ、こちらこそ。レギオンまでお送りしますよ。あー、助かりますか。助かります。いや、でも私大丈夫ですよ。マダラの、これは、いや、真下に心の目をして、フロアゼロに行くんだ。床に心の目。で、フロアゼロだ。おっとっと。お疲れ様です。くそ。なるほど、そういう待ち方あるか。どうした、マダラの。どうぞ。マダラの。何を？お父さん。はいはい。どうぞ。はい。いや。じゃあ足は？じゃあレギオンまで。レギオンじゃなくてもいい。どちらまで？あ、いや、その辺で全然銃です。あ、その辺の車銃で突きつけて持ってちゃおうかなと思ってたぐらいな。送らせてくださいよ、バンシャン。いやいやいや。シャン。シャン。はいはい。こちらまでお送りしますか。いや、まあ、とりあえずレギオンに送ってもらえれば大丈夫だよ。シャンシャンで返事するのがいいですか。じゃあまた。ではまた何かありましたらご連絡させていただきますので、はい、よろしくお願いします。この度は失礼いたしました。いえいえ、マダラのもすまなかったな。いいえ、全然全然。またこちらからご連絡させていただこう。かしこまりました。もしまた今後も同じようなことがあるのであれば、まあこうおかしいんじゃないかと、部下の行動に、何とぞ情報、私もやっぱり見えてない部分もありますので、はい、なんか変な
違和感を感じることがあればまずは私にご連絡ください。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではでは。どうしたの？いや、ちょっと匂い嗅いどこうと思って寝る前に。いやいや、もうあれしなさいよ。待ってるよ、ほら。待ってないよ。寝るんだって、バイシャン。うん、うん、うん、うん。寝るんだって。誰が？ナシバさん。え？ナシバさん寝るんだって。ああ、そうなんだ。どう？わざわざ長々付き合わせてしまったようだな。全然。バシャン送ってくよ、ネネが。いやいやいや、大丈夫だよ。なんで？あの、迎えを呼ぶから。そうなの？うん。わかった。レギオンまで来てくれん、誰か。今日ね。あ、はいはい、おやすみ。了解です。ちょっと2000番地らへんなんで時間かかりますが、大丈夫でしょうか？回帰は？あ、すぐレギオン向かいます。すまん、頼む。お願いします。じゃあな、ねね。バイバイ。はい、バイバイ。